こんにちは、はたまめチャンネルです。一色さかな村へ行ってきました。今回は早めに行き過ぎて、魚がまだ出ていませんでした。競りが終わって5時過ぎから、魚が並び出して、6時には揃う感じですね。早く行くと前日の残りが多いので気をつけてください。カワハギの時期になってきたので、イワシといっしょに買ってきました。カワハギは、小さめだったけど、キモもあったので刺身をキモ醤油でいただきました。イワシはまるまるしていて、あぶらたっぷり大葉とフライにしていただきました。Thank you.
ネル登録お願いします。